意外とうまくないかこんにちは一昨日ぐらいに配信外で凪沙ちゃだったよびっくりしちゃった初めて当たった凪沙ちゃんも呪われたかのようにずっと MF やってんな彼女はやっぱりやってるさキャラクターがバフされていい調子っていう時にはね 例えばマシュマロ初心者あるある集めたんだったロル初心者の時に起きたことみたいな感じで募集した気がします えー、最近、ロールを始めた初心者女なの、なのですが、えー、ロールをやろうと誘ってきてくれた人が、密かに気になっている人で、二人っきりで電話をしながら、毎日一緒にロールをしてくれることです。えー、そうさもそも、キャラのアビリティの内容と、何も知らないまま、私に優しく一から全部教えてくれたり、CS やキルをするだけで褒めてくれて、人生の持ち合い爆上がりで、毎日ニコニコです。エブリデイハッピースマイル。はいはいはい。これはね、お前はまだ知らない お前はまだその沼に足を踏み入れてないんだ今から始まるかな地獄が<笑>,笑っているのらな、今のうちだよ。どんどん口こうなっていくからね。エンディングを見てからね、もう一回投稿してきて。始まったばっかりでしょそっからね、私は幸せだと思って沼っていった女の子何人も見えなしたよ。ロール女子。次。 えー、スタミさん、こんばんは、えー。ある経験が原因で、一度ロールアカウントを変えているものです。何したんだ、お前。<laughs> えー、私は一度目のアカウントで、初心者の頃に30レベルで、試しにランクに行ってみました。えー、ダリスを使っていて、エイトロックス対面だったので、えー、相手の方が強く、一度デスをしてしまいました。ミニオンだけグッドをケけ、とは味方に言われたので、おとなしくミニオンタワー下でファームを食べていたら、ブルーサイドのタワー下物資から、スカナージャングルがうろトで突っ込んできて、気がついたら、じゅしてました。もう、記憶飛んでるやん。フィードしすぎて。 えー、味方と相手に謝ったのですが全員に通報され14日番をくれましたマジであるんだねこんなこと本当にあるんだしかし私はどうしてもロールがプレイされたく、えーしたくてたまらなくライアウトに問い合わせ、えー、初心者を、えー、最初にゴールドンに入れるのはおかしい今回通報されたのはもちろん自分の実力不足でありますが、えー、御社のマッチングシステムにも問題があると思いますと問い合わせたところ謝罪の分とともに番が関与されました、えー、最近ロールを始めた方が同じ目に遭っていたのでここにも共有させていただきます あるらしいね、ねこれはねなか俺の配信にもよくプラチナゴールド帯にレベル30になったばっかの人がいるしなマジなんかねその累計出番されるっていう噂はライオット JP の中には確定でその人がいるんだけどその何て言うんだろう人を裁く部門の, <laughs> の中にね前まで裁判所の中にねロボットしかいない説が流れてたから今ちゃんと友人です <laughs> えー、ロルデッキ8年目の男です。始めたばかりの頃、右も左も分からなかった僕は、プラチナダイヤの友達に教えてもらうことにしました。学校終わりは毎日ノーマルに誘われ、えー、試合中対面にボコされると、試合の終了後に反省会が始まり、教えてもらうというよりは、ほぼ怒られて罵, <laughs>、えー、罵倒される毎日。えー、新しいジャンプを使いたいというと、 俺にでで勝ったたらいいよ毎回これでした、えー、正直勝てるわけがなくボットで一生足を使っていました友達いく足にロールの全てが詰まっている <laughs> え最近はロールの人気が増し前にも始めたばかりのサマナーが増えてきました今は教える側の立場になりましたが正直当時の友達にの気持ちがわからないでもないです、えー、そんな気持ちを抑え優しく教えることで必要とされている気がして優越感に浸っていますそんなにロールが大好きですロールの最高ということで足にロールの全てが詰まっている まあ、言わんとしてることはわかるかな、別に。なんかスキル明治っぽいし、視界を取るっていう、なんかロルニーですごい大切なところも詰まってるし、まあ回答もする。通常攻撃、そのスキルが明治っぽいスキル。で、視界を取る。まあわかんなくはないけどね。まあいい人に教えてもらったじゃない。お前その人に教えてもらったから8年やってるのかもな。次。ライジンさんの存在を教えたこと。あー、スターミーさんもね。 あついでね、お前ボコボコにするよお前 DM してこいよ <laughs> しょうもなフラッシュ暴発事件自陣のジャングルをうろちょろしている時に急に敵グループに出くわしてびっくりして逃げフラッシュしたら気合入れすぎて、えー、鼻の中からうんちもフラッシュしてきてパンツにおるされたここも年臭さ破壊された <laughs> しょうもなお前しょうもなお前毎回 DM 送ってこいマシュマロ お前、毎回送ってこい。しょうもないから。採用してあげる。プレイ時間15時間の初心者です。えー、集団戦の時に特に、えー、パニックになって自分がどこにいるかわからなく、わからなくなります。えー、あとパニックになった時、大体 WASD で移動しようとしています。<laughs> それ、癖ってあるよな。お前、FPS プレイなんでしょでも、どん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 ね、脳みそがロールプレイになっていくから。本当にね、俺最近、やばい怖と思ったのが ライジンの配信見てて、ライジンの配信って、マッチングすると、ボヨーンってなるのよ。俺、そのライジンの配信の画面クリックしてたから。インキューの承諾。カチカチカチって来って、あ、俺の画面じゃねえと思って。やばと思って。え、これは俺、あ来るとこまで来たのと思ったもん。で、そこまで来るから、ロ俺ルって。怖いもんで。あとね、配信の画面とか、画面固定の人の配信とか見てると、配信のね、この画面の端っこに、 カーツのホテってって画面移動しようとすんだよねよくすんだよねで <laughs> ってなるのロルーグセがちゃんとつくから15時間もやれたんだったらもっとできるよ えー、クラブで知り合った陽キャグループと意気投合してインスタを交換した後、俺もゲームとかやってるよ、かっこえ、笑、えーわらえーえー、みたいな会話になり、スプラとかそういうのかなと思ったらロルだった。すげえ陽キャグループの顔をかぶったロルのフルバナンだよ。<laughs> いや、いいね、なんか。キュンとするね。ちなみに、その後ロルを始めた時はめちゃめちゃ丁寧に教えてくれたし、アリの KDA スキーまでくれた。はあ、陽キャだね、本当に。いや、俺はさ、ロルをやってるように踏み込むまでちょっとジャブ打つんだよね。 ゲームやってるあ、ゲームやってんの何やってんのスイッチとかやってるえ、パソコンゲームやってるあ、パソコンゲームやってんだマインクラフトとかマインクラフトやってるんだえー、じチームとか知ってるえ、スチームゲームやるんだえ、絵画のゲームとか結構やるんだねじゃあ、ロルはだから。<laughs> 一発目ストレート打たないから俺。いや、わかるでしょこの気持ち。あ、ロルはちょっとってなるとさ、ちょっとあれじゃん。 だったら、その、ジャブを打ってどこまで行ったかの話に巻き戻ればいいんだよね。え、じゃあ俺もマインクラフトやったよ、みたいな。ハードコアやったことあるみたいな。そこまで戻るわ、いいから。一発目からロールいっちゃうと、その時点で立たれるんだよね。ズバーン。あ、確かに、エーペックス、エーペックス、バロとかはバロ、バロの会社、ロールってのがあるんだけど、さあバキ <laughs> 大体るんだよね、ここで。すえ、うら、うらましいわ。 あんまり合わないからね。俺、電車の中でワイルドリフトをやってる人を何人か見たことあるのと、イオンにおすすめされて、パチスロ行ってた時に、そのパチスロ場だけで、なんかスパイギアの配信見てるやつが3人いたわ。<laughs> 新宿の。マルハンだっけな。なんか名前忘れたけど。はい、次。 えー、あれはシーズン6の頃、レベル15 16で知り合いのカスタムに初参加。ドキドキは止まらない、えー。メインレーンが特にないので一番迷惑のかからないだろうと入るにより、トップに飛ばされ、えー、試合は15分経過。どこの動画の、えーの飛び込 VC。一体何が起こってるのかわからない <laughs>。テレポートなんで切らないの相手のトップ来てるけど、えーえー。それは私に向けたものだった。そこからの記憶はないが、メインレーンが決まった瞬間だった。 えー、時は過ぎシーズン14 <laughs> かなり過ぎたねどっぷりやん、えー、かつてのカスタムにいたメンバーはもうすでにインターネットの波に揉まれて消え,消え去ったおい見てるかゴールデンきってたお前しかしもう会えない、えー、私の怒りはどこにぶつければいいのかもうサムラーズい人から抜け出すとね幽霊性のごとくさまよいロールに取り憑かれた魔物としてエメラルドというダイヤを往復する日々ああ早くマストに上がって成仏したいなわ <laughs> かるよ 俺にいろいろ教えてくれた人もみんなね、社会に旅立ってったからね。取り残されてるとは思ってないよね、でもう俺は。生き残ってると思ってる。次。<laughs> ロル初心者だった頃、あまりにも集団戦を、えー、みんなが避けすぎる、プラスエンドハンダミスで100分ゲームまで行きました。寝る前の最後の1試合としてやってるので、普通に30時に寝ることになってしまい、次の日ちゃんと遅刻しました。正直、この初心者の頃のロルが一番楽しかったです。100分って行くんだね。すごいね、100分って。100分って、1時間40分ゲーム <laughs> 俺相当長くて65だからね。 もうみんな困る。逆に一人もその時間帯で AFK 出なかったな。深夜の3時とか4時まで続くゲームで10人 AFK 出ないゲームすごいな。あこれはいいわ。 えー、スタミさん、えー、いつも配信を楽しませてもらっています。良かったと感じるエピソードです、えー。自分は NA 様の頃、シーズン4ぐらいからロールを始めました。当時、今ほど情報が多くなかったので、初心者同士の試合はずっと連戦をし続け、えー、そのままセカンドタワーやインヒビアを割って、かつ集団戦やオブジェクトなんてない退屈な試合ばかりでした。えー、自分はこれ何が面白いんだと思いながらゲームを続けていました。そんなある日、えー、チーム全体は負けていて不利な状況。ああ、負けかなと思って。 いたら味方の魔王イがチャットで今は戦っちゃダメだよドラゴンのためにここにワードを置こうみんなでこのインフィ日々守ろうといった指示というでアドバイスを簡単な英語で伝えてくれました集団戦で単行しながら味方を守ってくれたり時間を稼いだりその人の言葉のプレーに引っ張られる形で気づいたら大逆転勝利をつかんでいました、えー、この勝利の習慣瞬間の感動は10年近く経った今でも鮮明に覚えています、えー、自分はこの時初めてリーグレジェンドをプレイしているんだと感じました試合後にチャットで魔王イに君のお そのチャンプめち,ゃめちゃめちゃ強かったと興奮気味に伝えましたするとあ「ありがとう」えー「マオカイとても強いでしょ僕のお気に入りなんだ」という言葉を残して去っていきました自分はこの時からずっとチャットオフにしたことはありません、えー、この人と出会って言葉を交わすことができたから10年経った今でも、えー、ロールが好きでずっと続けることができたと感じるからですどこの国の誰だかも分かりませんがこんなプレイヤーになりたいと思った自分にとっての光でした以上ですなかなかと失礼しました あるもんなんですね。今はもうそのチャットを切った方がいいっていうのがね。俺のテンプレであるけど。マジでごくたまにあるからね。本当にこういうの。謎なんだよね。あっちのなんかフレンドリー感って。日本サワーと本当にないからそれでいいんだけど。なんか、の、の、の知り合いにあって。で、喧嘩してたんだけど、なんかいつの間にかちょっと打ち解けて、VC も繋がないで、そのまま二人でディオでランク行ったり。知らないのだとね、 リオで行くなんて、NA サバと結構あったんだよね。な何人も親は殺されたけど、まあ、その中にもね、あるんだよ、やっぱストーリーが。チャットを俺がオフにしない理由かなもうそれはわかる。でも、日本サバから始めた人は、マジでこれ、こういう経験っていうのは、今起こりないシステ、システム的に。今、試合終わった後、チャット打てないからね。今の人はもう、チャット切っていいと思う。俺も切らないかな、もう、こういう経験は NA でしてるから。 すごい分かるわ。次。飛ばしてのゲーム中。この技なのに。ああ、それ、モノガノの R。ああ、理解した。説明が楽。<laughs> 他のゲームにも通用するやつね。<laughs> 分かるわ。なんだろうな。ガレンのい、e、いとか多くないそれ、ガレンのい、e、い。あそれ、ザックのパシブ。通じるよね。 これは僕が高校生だった時の話です。えー、僕の学校には俗に言うマドンナと呼ばれるハーフ美少女がいました街中で視線を集めれてしまうような芸能界でもやっていけるぐらい可愛い子でしたそのある日、えー、陽キャ男子どもと話している時の声が聞こえましたなんとその子ゲームをするそうです方法ほうほう えー、僕は耳を傾きました。なんとその子、ロロをしてるそうです。ほほう僕の口角上がりました。陽キャドンはロロを知らない様子。ロロを知らない加藤生物名。俺なら彼女を満足させてあげられる。楽しませることができる。きっと彼女は困っているはずだ。えー、スキルの使い方もよくわかずにシルバー止まりでジャングルをまよってるに違いない。僕が、えー、自称トップレーン最強のこの僕が彼女をふさわしい男だ。そう思いながら卒業まで言葉を交わしませんでした。<laughs> <laughs> 途中からこっちが見えたな。これは。 まあ、ロールプレイヤーってそういうもんなんでそこでガッていけたらねロールしてないっす <laughs> ロールのランクをガチでやってた頃イライラして暴言や台パンが止まらなかったのですがその音が下の階の母に聞こえてたみたいで精神科に通院させられたことハハ <laughs> <laughs> いや分かるよ。俺もね、ロルの配信始めたばっかりはうわーガーッてやってたから、母さんすごい心配してたな。配信終わった後泣いたりするとさ、慰められてたよ。俺のここは通った道だね。28歳の今でも俺もう感情出るからな。 えー、私がロドをやってよかったと感じたことは、えー、今年新卒で営業として入社した、えー、際に感じました。業務内容としてはテレアポが主で、えー、周りの同期たちが一回電話をするために手が止まっていく中、私だけが学生時代どれだけフィードして暴言を図れようが無限に陰キュー続けた経験を生かして、営業電話でどれだけひどい言葉を図れようとも電話をし続けられたことです。<laughs> ただ、ただロルと違って面白くなかったので3ヶ月で転職しました。<laughs> メンタル鍛えられるよね。 マルはメンタル鍛えられるよミンドが腐り切ってたゲームだったから今本当に変わったんだけど3、4年ぐらい前にロール配信でフィードすると DM で死ねってきてたし愛好家みたいのがいるんだよねやっぱ俺はこのチャンプをすごいこだわり持って愛して使ってるからみたいな人たちがいるんだけどその人たちがさ俺が初めてピックしてうわフィードしちゃったみたいなことすんじゃん配信でお叱りの DM が来んだよ お前ごときがこのチャンプを理解して、理解もしてないのに思んないとか言って、で、挙げくの果てこのチャンプを使わなから愛が足りてないんじゃないか、スタミーっていう。お司会の DM を何回もいただいてね。もう二度と使わないでくださいね、本当に。ふざけないでくださいね、と。いう DM を何回もいただいてるんで。スカちゃんでロロを募集してる芸役でありたると、あー、オフパコできた。えー、すごいね。とか、スカちゃんって久々聞いたね。 まあ、いるだろうな、普通に。アイドルの子とか、芸能やってる子って、ゲームバカバカやってると思う。そんな外で遊べないだろうし、家の中でゲーム、やってる人多いんじゃない彼氏がロロを始めたので殴って目指しました。<laughs> お前がやってるからだろお前がやってるから殴ったんだろずるいじゃないかよ。彼氏にもやらしてやれや <laughs> 中学生の時 NA でロロを始めて不登校になった。今もうロール始めて14年も経ってもうた。14年ってシーズン1から始めたの今シーズン14だよね、このゲーム。このゲーム14年やってるんだ。すげえや。スタサバで、えー、ロロをしているため入試まで1週間切っているのに全然勉強に手がつきません。人生最大のピンチです今これを書いている時もスタサバで怒られてる。<laughs> スタサバのやつら怒るなよ。 なんか最近 VC つないでゲームやってるんイケメージねロルはやめた方がいいですロルのせいで人生設計が狂いそうですでもやめませんロル最高えー、ロルをやっていて後悔したことスタミさんこんばんは最近のロルブームを喜んでいる20代女です、えー、私は約1年前からロルを楽しんでいるのですが先日彼氏ができましたその彼氏はネット恋愛ではなく共通の友達から紹介で出会いお互いゲーム好きで意気投合しお付き合いまで進みました 顔はかなりかっこよく言動も優しい気遣いもできる男でした付き合って2日初めて2人でロロをしましたしかしボットで返したの息が合わずかえー、返し2戦目でヒートアップし、えー、対面に負けて大パン作く裂 <laughs> その日のうちに LINE で振られ元カレーとなりましたロロをやっている自分は可愛くないことしていましたやっちゃったななんかゲームをやるっていう時に2人カップルでねだからそれもジャブが必要だよねスプラトゥーンスプラトゥーンもちょっとあれだな 遊び対戦から始めて。モーハンやって。でなんかバローとかエイペックスやってロールじゃない付き合って2日目でロールやっちゃうとねなかなか。対人ゲームなんてスタムしねやっぱり。女の子とやるのには俺は向いてないと思うけどね。スタミーお前のファンボでお前とただマッチをするためだけに、えー、シルバーから駆け上がっていって俺が大学にたどり着く頃にはストリームとして。 えー、ロルだけじゃなくていろんなゲームとか企画とか手を出してロルから離れていったけど俺にはロルしかなくてこの前マスターに行っちまったよ、えー、そしたらお前ロル,ルのランクを最近ちょっと回し始めたけど俺もう俺とはマッチングしねえんだどうすればいいんだ俺は、えー、俺の明かりのくならどこに向けたり教えてくれたんに任せろ追いついてやぐらそソロキューします <laughs> マシュマロでした <laughs> ソロキューに戻りますマジでいいよ

よくってるよくってるよくばってるよく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 ばってるよってよくばってねよよくばってよよくばってよお前てうわまっすぐなんかいダ

ラッシュないよはいさようならあっこれ当てればいいっこっちだろこっちだろ知ってんだよ <laughs> こんなに当たんないってくらい当たんないんだけど あっぶねねやりきれたこわっこえこわすぎひそらかちゃんありがとうはいここで当てる 当たんね

何んだっけあははガンムシだぴょーんさあ、それに行きます私モルデカイさん世界変えてくれお前めっちゃ強いねぶち切れちゃうよう危なかったな、うん いや、あれのレッド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 フレッドフレッドフレッドマフ。あ,あ、そっちに行っちゃったんだ。そっちに行っちゃった感じだ。そっちに行っちゃうとね、死ぬんだよね。俺がねー、危ない。はい。ガチガチガチ。通常通常通常。ね、なんか優しくなくない。 優しくなくなない今から今からな今からほんとにねえ優しくないし負けそうだしドラゴン取れないしミッ押してるしモルディガたドドラゴン取りたいしなんでこれ危ないし死ぬしまあなさすフリーだしなにこれドラゴン取るドラゴン取ろうってパッとモルデモルデ届かなくない大丈夫解除さない一生かいつさないいったわ あああかかんんかんねんあかんねねねクリセペクリセペクリセペ強すぎだろそれはもう大丈夫やうわっなんでこなんで俺ちょっとごめんマジでえっ、ー、ウ今の取られんのああ ごめん優しくないな俺早くバロンやろっか、ね、早くバロンやろっかグレイブスリレーってくれてる何 <laughs> て言ったよなんてでうのな すげえ盛り上がりに最悪だよ帰ろう帰ろ帰ろ帰ろう待って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 ,待って,待って俺助けてあげらんないよそれ俺どこいる いやこれれあいや、俺がドラゴン1個あげたわいやバロンのところだとオブジェクトファイト下手すぎたな